はい、皆さんこんばんは。本日の JVTA プラス配信始まりました。配信始まりましたっていうか、録画なんですけどね。はい、どうぞよろしくお願いします。今日はですね、あるね、あるというか、韓国ドラマのね、を題材に、ちょっと映像翻訳者のね、姿を描いたドラマなんですけど、そちらをね、題材に、そんな、こんなシーンがありましたけど、これって本当かどうかっていうのを、ちょっとね、今画面映ってますけど、プロの現役の翻訳者さんをゲストにお招きして、ちょっとね、検証していくというような、番組を、配信したいと思っております。今日の JPT プラス担当するのは私、桜井と、それから新しいメンバーですね、自己紹介お願いします。私、岩崎優里と申します。私は12月に英日のコースを修了して、1月から JVTA に加わりました。今日はよろしくお願いします。はい、ちょっとなんか緊張してますか？すごいしてます。それ今ちょっとなんかね、こう、なんか緊張してる声が すごい、ちょっと大ご丈夫めんですなか？さい。はい。大丈夫ですよ、大丈夫です。はい。それから、ゲストということで、現役のプロの映像翻訳者の方を4名お招きしています。じゃあ、お一人ずつちょっと自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。畑あさこです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願い、小畑さん、よろしくお願いします。はい、次お願いします。はい、翻訳者3年目ぐらいになります。月山由衣と申します。よろしくお願いします。はい、月山さん、よろしくお願いします。それから3人目お願いします。はい、西岡春樹と申します。よろしくお願いします。はい、西岡さん、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後お願いします。森脇由衣と申します。よろしくお願いしはまい、す。森脇さんもよろしくお願いします。はい、こちらのね、進行役2名プラス、ゲストの翻訳者の4名で、今日はね、ちょっと大人数ですけども、お送りしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。で、まずですね、今日の、先ほどちょっと軽くね、趣旨申し上げましたけども、もう一回ね、改めてそのドラマのどんなね、ドラマなのかとか、今日の趣旨というね、ちょっと紹介したいと思います。はい、じゃあ、画面共有させていただきます。翻訳者あるあるということで、ちょっと出題に入る前にですね、まだご覧になったことがない方も多いかと思うので、今回取り上げる作品について簡単に紹介させていただければと思います。で、今回取り上げるのが「ランオン」ですね。邦題が「それでも僕らは走り続ける」っていう、ネットフリックスで配信中の韓国ドラマです。で、簡単なあらすじとしては、韓国の代表を務める陸上の有望選手、ソンギョムっていう男性と、あと映像翻訳家のミジュっていう女性の物語で、この仕事だったり、生活環境だったり、全然違う世界に住む2人が出会って、お互いを介して成長する姿を描いた、恋愛ドラマになります。で、映像翻訳家が主役っていうのがなかなか珍しい設定なのかなっていうふうに思うんですけれども、実際この制作にあたっては、韓国の有名な翻訳家の方が監修に携わってみたいで、デッドプールだとか、スパイダーマンの韓国語字幕を担当された方が監修しているそうです。これ、ちなみに今回の、ね、YouTube プラスの配信、ね、ゲストでご参加いただいた4名の方、この我々から、ね、こうゲストでお願いしますという声がかかる前に、このドラマたまたま見てましたとかいう方っています？見たことありましたとかっていう方。あ、ないな、いらっしゃらない。あ、そうなんですね。結構なんかね、映像翻訳界隈というか、ではね、なんか珍しいじゃないですか、映像翻訳者がそもそも主人公。ちょっとかなり珍しいというか、他にあんまりないと思うんですけど、ので、なんかちょこちょこね、話題になって、見てるとかね、あれはなんかすごいリアルとかっていう話とかね、いろいろ聞くので、見たことあ、あの、なんか、あの、あ、ある方いらっしゃるのかなと思ったんですけど、なるほど、ありがとうございます。はい。意外と皆さん見てなかったけど、今回ね、ちょっとね、それをもと、見てないからこその検証がね、できるかなと思いますが。はい、じゃあ、岩崎さん、続きをお願いします。はい、で、このドラマの中で結構映像翻訳関係のシーンっていうのがたくさん出てくるんですけれども、今回はその中からちょっといくつかこちらでピックアップをさせていただいて、実際に映像翻訳者として活躍されているゲストの皆さんに、本当にこのシーンがあるあるなのか、それともそうじゃないのかっていうの
回となっています。まあ、これね、監修、先ほど説明にあったように、監修の、ね、翻訳者、まあ、プロのね、韓国の映像翻訳者の方が監修に入っているんです。結構リアルだという話であるんですけど、まあ、でもね、まあ、まあ、韓日の違いもあるかもしれませんけど、でもね、やっぱりドラマなので、いやいや、こんなことないよねとか、いや、実際意外とこれって本当だよねとかね、いろいろあるかなと思って、まあ、そのあたりをね、皆さんにちょっとね、検証をね、してもらおうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。ではもう早速ですけどね、一つ目の、お題いきましょうか。お願いします。こちらですね、翻訳する映像は100回くらい見るんですけれども、うん、シーンとしてはミジュが字幕を手掛けた映画をソンギョンとミジュ2人で映画館に見に行くんですけど、その時に見終わった後の感想がソンギョンは、まあ、自分は映画作品を楽しめない性格なんだっていうような発言 でミジュはそれに対して、まあ、今回の作品は難しい作品で、だからそれを理解しないといい翻訳ができないと。で、だから自分はこの作品を100回は見たんだっていうようなことを発言します。で、翻訳を、はい、ごめんなさい。翻訳するために内容を理解するっていうのは大事なのかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、この翻訳する映像は100回くらい見るっていうのが本当にあるあるなのかどうかお伺いできればと思います。はい、ということでした。まあね、このもともとキャラクターに、ね、ちょっと補足すると、そのソン・ギョムはまあ、あんまり作品を楽しめないと言ってますけど、まあ、結構というかかなり、ね、こうクールなというか、ね、冷静沈着、あんまりこう感情を、ね、表に表さないようなキャラクターで、一方のその、ミジュはかなりこうテンションが高いというか、ね、いつもこうアクティブな、ね、感じ、まあ、映像翻訳者さんというような、ね、立場なので、まあ、割と性格は少し違う感じなんですけども、そんな2人の、ね、まあ、恋愛模様を描いた作品ですけども、その中での、まあ、シーンということで、100回は見ますよというふうな発言をしていたということですけど、これをじゃあ実際どうなんでしょうという、ね、ところで、じゃあ皆さんに検証して丸バツで、ね、ちょっとお答えいただきたいと思います。で、じゃあどうでしょう、100回は見るいかがでしょうか。どうでしょうか。お出しください。あ、バツバツバツ丸ということで、西岡さんだけ丸ということになりましたけど、バツの方、ちょっと 何人かに聞いて、月山さんバツ出されてましたけど、これはどういった意味でのバツですか。バツ、はい、実際に100回見るのは納期的に難しいことが多いので、そうですね、どう考えてもそうですよね、普通に考えたら。だって2時間の映画100回見ただけで大変なことになりますよ、ね、1ヶ月ぐらいかかる計算で、はいはい、ちょっと無理かなって、ね、はい、でも内容が分かるまで見るというのは本当ですね。まあ、100回までいかないけど、当然ね、まあ、しっかり、うん、見るっていうのはもちろんやるけど、さすがに100回はっていうことの罰という感じかな。はい、西岡さん、100回見る。100回っていうのは確か数えたことはないんですけど、ただ、この多分この人は全編見るってことなんですかね。まあ、そうですかね、おそらく、はい。これは正直、まあ、したことないですけど、例えばこう、翻訳でどうしてもこう、ここわからんなとか、悩むなっていうところは、もう行ったり来たりして、行ったり来たりして、何度も何度も見るっていうのもあるので、100回行ったシーンももしかしたら過去を遡るがあったかもしれないと思って丸にしました。なるほど、なるほど。そういう意味での丸ということですね。はい、はい、まあ、厳密に言うとね、まあ、100回通して、ね、1時間だろうと2時間だろうと見るだけでも相当な時間かかるので、丸ですけどっていうところですよね。ただ、あれですよね、例えばドラマシリーズとかね、なんかこうシリーズものの翻訳に途中から参加するときとかあるじゃないですか。シーズン3から参加とか、シーズン10から参加とか。そういうときに過去のエピソードをこう見なきゃいけないみたいなんで、よくこれ聞くんですけど、でもまあ、普通に見たらものすごい時間かかるので、でもまあ見なきゃやっぱり話がわかんないからみたいなんで、まあ倍速とかでね、よく追うために見るとかっていうのは聞きます。そういうのは結構、やっぱり作品をやる翻訳のね、箇所だけじゃなくて、その関連するシーンというかな、そこもね、見るとかっていうのはよく聞く、そういうのも、そういうのあります、皆さん、そういうご経験とか、ありますかね。え、小畑さん、どうですか、なんかどういう感じでした、それは。もう、結構シーズン2からドラマシリーズ翻訳するときとかは、うん、もうシーズン1を倍速で、なんか、でもじっと見てたら、ちょっと、しんどいんで、ランニングマシンとかしながら、見てます。ランニングマシンじゃないよね。まあ、時間を有効にね、はい、使ってね。はい、はい、はい。でもやっぱり、まあ、ちょっと見ないとね、やっぱりなかなか途中からね、いきなり何の話だろうとかね、全然辻褄が自分でも翻訳する上で、ね、合わないっていうのがあるのでっていうことですよね。はい。まあ、結構皆さん、そういうね、一つ訳すだけでも割とね、そういった、まあ、事前に見ておくっていうのをね、結構やるということですね。はい。ありがとうございます。
じゃあ次の質問いきましょうかね。一つ目は、まあ、丸が一人だったということですけども、はい、お願いします。いや、こちらですね。泣きながら翻訳したことがあるなんですけれども、あのシーンとしては20がミュージカルの翻訳を依頼されます。で、あの彼女は以前音楽系の番組であのリップシンク、あの口の形に合わせて役を作る仕事をしたんですけど、まあ、吹き替えの一種ですね。はい、でその時にもそれが大変すぎて、もう昼も夜も泣きながら作業したんだと。だからもうあのミュージカルなんてごめんだって言って意地でも断ろうとするシーンがあります。あの難しい作品だとか、あの辛い案件っていうのはあるのかなっていうふうに想像するんですけど、あの泣きながら翻訳するっていう経験は皆さんにも終わりなのかっていうのを。なるほど、なるほど。はい、まあ、そういう経験、まあ、ミジュはね、主人公のミジュは、まあ、大変すぎて、まあ、リップシンクっていうのは、まあ、吹き替えでね、まあ、一番皆さんがよく見る映画とかドラマでこう口の動きに合わせて日本語を喋ってるかのようにね翻訳するっていうことで、まあ、意味が分かればいいわけじゃなくて、口が大きく開いてるところはあの音になるべくするとかね、そういうこうあの小説もね、文章の小説もしながらやるっていうので、まあ、ミュージカルっていうのは特に歌があるので、歌だとよりね、まあ、あの有名なところではあのアナ雪のね、あとありのままのとこなんかは口をねすごく合わせた歌詞になってますけども、ああいったところまで考えてすごい大変だから、まあ、そういう経験があったから、断ったと。あの 泣いてね、なんかその時はしましやったんでしょうけど、まあ、そういった経験があるので断ったという話ですけども、まあ、皆さんもね、そういった、まあ、もう泣きながら翻訳、もうこれ仕上がらないかもしれないとかね、辛すぎるとか大変すぎるとかね、いうので泣きながら翻訳したことがあるかどうかっていうのを、またね、皆さんで、のね、判定を聞いてみたいと思います。じゃあ丸バツでお答えください。どうでしょうか。私がください。どうぞ。ああ結構いるんですね。結構いる。丸が2名いらっしゃいましたね。森脇さん、泣きながら翻訳した経験がある。そうですね、私はまだ新人なので、その新人なんですけど、ちょっとその量が多い枚数を箱切って、でさらに入れなきゃいけなくて、納期も短くてが重なったら、なんかちょっと頭おかしくなってきちゃってあできないかもしれないって言って、まあ、ちょっと物理的にないってはいないですけど、はいはい、なんかやっぱりもうほんと泣きそうになりながら、もうできないかもしれないっていう気持ちに、こう自分で鞭を打ちながら一生懸命やって、はあって思ったことはあります。でも最終的にそれできた、まあ、納期までできました、間に合いました。はい、気持ち的にはもうあれだったけど、まあ、で乗り越えたと。はい、そういうのをね通して人は強くなるっていうことですね。ということは、月山さんも泣いたことが。はい、あ、まあ、私の場合辛くて泣いたというよりも、あの作品の物語にあの没入しちゃって、あの感動して泣きながら仕事を進まないっていう感じだったんです。え、それちょいちょいやるんですか、そういうことは。あ、まあ、ありますね。ドラマとかだと特にあの泣かせるシーンとかを訳してると、あの本当にあの こっちが泣きながら、ありますよね、画面が見にくいと思いながら結構じゃあ本当にリアルに涙をちょっとメガネにつき邪魔だっていうそんなに泣いて。あ、そうなんですね。で、まあ、それは結構こう翻訳してる、ね、あの人からよく、まあ、実際、まあ、あの本当にやっぱり翻訳するって作品にこう没入する部分がありますし、もうこう、ね、こういかにそれをこう心情を理解するかみたいなところも、ね、翻訳に関わってくるので、私もありますし、あの他のスタッフも聞いたんですけど、あの、まあ、ちょっと懐かしのね、リアリティ番組の一種ですけど、アメリカンアイドルってね、少し昔前にありましたけども、あれなんかもね、まあ、バラエティっていうかな、まあ、明るい番組ではあるんですけど、まあ、とはいえね、こう、ずっとこう、だんだんこうオーディションを経て、だんだんこう、あの人数が絞られていくと、やっぱりこう、この人に頑張ってほしいとか、まあ、リアルタイムで見ながら翻訳してるので、どうなるか結果分からずね、翻訳してるので、結構こう没入してきて、その人があのダメになったとかね、合格したとかっていうので、結構こう手に汗握るじゃないですけど、まあ、泣いた時には泣いてみたいなね、話も、まあ、翻訳者さん、あるいはディレクターからもね、よくこういうことはね、聞いたことがありますけど、はい。まあ、皆さんも結構あるかなということですね。はい。まあ、罰の方もいらっしゃいますし、まあまあ、さすがに泣きはし、まあ、そういうね、あの気持ちとしては入るかもしれませんけど、先にさすがに泣きはしないっていうことかもしれませんが。はいですね、あとなんか聞いた、これ内部エピソード、JVT エピソードですけども、泣きそうにあ、まあ、泣き実際泣いたまではいかないけど、まあ、あの泣きそうになったということで、まあ、こう翻訳を、ね、しているときに、まあ、聞き取り、あのスクリプトがないもので、ヒアリングが、ね、必要な、書き起こし、あのスクリプトの書き起こしから必要な、仕事を受けたときには、ちょっと、
多分先ほどねちょっと森脇さんのこと少しかぶりますけど、こう自分の力と見合ってないというふうに感じて、これ大変すぎると、でも無理だということで、まあこう身近のねこうヒアリングが得意な友人を家に呼んで呼んでっていうのがすごいです。呼んでっていうのがちょっと時代を感じさせますけど、でまあみんなに協力してもらって仕上げたというのをね、まあ身近な、もののエピソードとして聞きまして、まあ、そういうこともね、まあ、周りの力を借りて借りないとちょっと、まあ、家族とかも含めてということもね、まあ、それもでも自分の力のうちの一つなので、まあ、それも全然ありといえばありだと思うんですけど、はい、まあ、そんなねこともあったというのを、エピソードとしてちょっと聞きました。はい、皆さんありがとうございます。まあ、まあまあいらっしゃるかなというか、まあ、いい意味月山さんのようにね、まあ、感動してみたいなところもありますけども、いらっしゃったということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次のお題いきましょう。ありがとうございました。次がですね、食事は効率重視というところで、ミジは自宅でフリーランスで仕事をしているんですけれども、食事を取る際にですね、すぐに作業に戻れるように、あとは食事した後の洗い物をしなくていいように、とりあえずキッチンにあるミキサーに栄養がありそうな食材をぶち込んで、でそれを豪快に飲むっていうような、そういうシーンがあるんですね。で、それ以外にもいろんなサプリの容器をカウンターに並べて、なんか栄養は取ってるんだっていうふうに言い放つシーンがあったり、で洗い物するより仕事をしたいっていうような発言があったりして、で翻訳者だったりフリーランスにとって時間とか効率アップっていうのは大事だと思うんですけれども、食に関しても効率を優先する傾向があるのかっていうのをお聞きできれば、はい。さあ、こういうね、もうあんまりねこう座ってご飯とおかずと用意してとかっていうんじゃなくても、効率重視の、食事の取り方をしてるというエピソードが、まあ、シーンがねあったということですけども、そのあたり、まあ翻訳者の皆さんいかがでしょうかということで、じゃあ丸×で判定をお願いします。あ、意外ですね。あれ、結構僕ほとんど皆さん実は丸みたいな感じかなと思ったけど、×の方の方が多いですね。ちょっとじゃあ、丸の月山さんがちょっと伺ってみましょうか。月山さん、どんな感じですか？はい、いや、この2時ほどではないんですけど、まず私もサプリ飲んでるなと思って、はい、一食はプロテインだけとか。あ、それは何ですか、その効率重視的な理由ですか？それもありますね。食べて片付けてでお腹いっぱいになったらちょっと休憩したくもなっちゃうので、最近は朝昼もそのプロテインとかで済ませることが多いです。一日一食。もうそもそももう出して混ぜて飲んで、まあ、ちゃちゃっと洗って終わりみたいな感じで、はい、あっという間に、まあ、本当に分かんないです、10分15分ぐらいで、うん、ただまあ仕事をしたいからっていうのとまた理由が違うかなと思うんですけど、仕事したいというよりはまあ手早く食べたいみたいな感じですか、うん、どちらかというと。そうですね。なるほど、なるほど。でもまあ、だいぶね、効率も含めて考えていらっしゃるという感じですかね。他のお三方は、×、あんまり気にしてないという、効率重視ってわけじゃないっていうようなね、答えを出していらっしゃいましたけど、西岡さん、どんな感じですか？そうですね、食事の時ぐらいはっていう、ありますかね。ずっと座って仕事してて、食事でまあ、立つじゃないですか。まあ、そういう時間は休憩というか、っていうのでちょっと気分転換するっていうことの方が多いですかね。いや、結構ちゃんと、まあ、ちゃんとしたご飯というかを、まあ、作るなりして食べに行くなりして、ちゃんとしたご飯まではちょっと料理ができないのであれなんですけどでも自分でこう作ってっていう時間はまあまあまあ、じゃあ、あんまりこう即席のものとかで済ますっていうよりは、一応自分なりに作ってちゃんと食べようという感じで。コーヒー好きなんで、コーヒーは絶対にこう豆から引いてゆっくり。え、毎回？毎回ですね。本当ですか？それ1日何回ぐらいそれやるんですか？3回はやりますね。あ、じゃあ結構そこはまあちょっとブレイクで気分リフレッシュするみたいな気持ちでやってらっしゃるってことですかね。はい、なるほど、ありがとうございます。ちなみに森脇さんいかがですか？森脇さん、ご食事について。そうですね、私は逆に栄養を取らないといい役分ができないと思っているタイプなので、しっかりなるべくちゃんと食べるように頑張って。あ、意識的にむしろ、はいはい、それはもう大事にしようって自分の中で決めてやってますね。なるほどね、なるほど、ね。まあ、ちょっとね、やっぱこう、まあ、食べることも重要ですし、あとこうやっぱりなんかあんまり食べるのをおろそかにしちゃうとリズムっていうかね、その生活がぐだぐだになっちゃうっていうのも結構よく聞きますよね。もう
そういうちゃんとこれは食事は取るとか、この時間に起きるとか、この時間に寝るとかしないと、なんかもういくらでも崩れちゃうっていうこともあるので、まあ、そこはしっかりやりますとかっていうのもいうね、お話もよく聞くことありますけど、結構やっぱりそうですね、いらっしゃって比較的多くの方が、まあ、これやってるということで、まあ、割とこうあのちょっと、ね、この効率重視っていうシーンはちょっともしかしたら大げさなのかなっていうの、ね、ところもあったということですね。はい、ありがとうございました。じゃあ次の質問お願いします。次がですね、徹夜で翻訳したことがあるなんですけれども、このシーンとしてはソンギョムがあのソンギョムに ある暴行事件の容疑がかかってしまうんですね。で、実際彼はやっていなくって、その被害者が彼を救うために真相を外国人の記者に告白をして、でそれが英語の記事になるっていうような場面で、で英語の記事なので、ミジは韓国の国内でそれを出そうと韓国語に翻訳をしようとします。でソンギョムを救いたいっていう一心で無我夢中で作業をしていると、気づくと朝になっているっていう、そういうシーンなんですけれども、まあ、作業に没頭したりだとか、農業、納期が迫ってたりだとか、あると思うんですけれども、この徹夜で翻訳っていうのは、皆さんが通る道なのか、はい、これはなんか想像するとね、まあ、なんかこう翻訳とか、まあ、翻訳、映像翻訳に限らないですけど、こう机に向かってやるような仕事なので、結構、仕事、まあ、徹夜でやってるんじゃないかみたいなイメージ結構ありますので、結構丸が上がるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうかね。ちょっと聞いてみたいと思います。じゃあ徹夜で翻訳したことがあるかどうか、丸バツでお答えください。お願いします。あ、なんかあんまり言いながらバツであってほしいって気持ちもあったんですけど、まあ、丸が結構多かったということですね。小畑さんだけバツということですけども、したことない。それなんか理由が、理由というか、なんか自分でしないようにしてるとか、なんかありますか？そうですね。なんか私、まあ、土壇場にあんまり強いタイプじゃないっていうのと、あとは子供が今6歳で、結構ちょこちょこ熱出したりとかするんですよね。で、そっちの不安要素があるんで、なるべくもう納期の3日前ぐらいには完成するように、心かけてやってます。でもスケジュールをしっかりやってっていうことで、あまり前倒しでなるべく、なるべく時間に余裕を持てるようにしておくということですね。はい、それが、まあ、それができるんだったら、それに越したことないですよね。もうね、それが一番いいですよね、もちろん。まあ、徹夜するってことは、それがなかなかできなくてしちゃうっていうことだと思うんですけど、でそれ、西岡さん、いかがですか、徹夜経験終わりということですが。あ、声がちょっと今聞こえてない。ありますね。あ、はい。どんな感じでした？の納期っていうので、こう前日になって手直しを入れるとかっていうのが出てくると、正直こうキリがなくなってくる。で、翻訳の納期迫ってきてて、明日の正午12時までとかやったら、こうもうその日の夜からラストスパートで見直し、頭からもう一回するみたいになっちゃって、最終的には明け方になるっていうのは結構ありましたね。結構あった。なんか意識的に最近はやめてますか、うん、そういうわけでも今でもちょいちょいありますか。今でもありますね。今でもあるんです。直前になってこうもう一度頭から見直すっていうことをよくするんですけど、うん、その時にやっぱりここはもうちょっとこうしたいなとか、はい、っていうのに気づくこともあるので、まあ、そうですね。今先ほどおっしゃいましたけど、別にこれが完成形とかないっちゃないので、見直そうと思えばいくらでも見直せるっていう部分はありますよね。なので、まあどこでこう良しとするか、あるいは時間的にもうここで良しとせざるを得ないかみたいな感じのところまでやろうと思えばできちゃうっていうね、ところあるので、まあ、結果的に徹夜してしまうということがあります。はい、ありがとうございます。まあ、一応なんかね、あんまりこう映像翻訳ってみんな徹夜するのかみたいなイメージを持たれてもあれなので、一応フォローしておくと、私こういう機会以外でもね、こう翻訳者さんにいろいろ話聞く機会があるんですけど、割とね、皆さん、まあ、もう例外的に徹夜ってことあるかもしれません。それはまあどんな仕事でもそうかもしれませんが、割と基本的に皆さん、割と、なんていうかな、さっきちょっと言いましたけど、時間をね、しっかりこの時間、まあ、割と早起きして、5時とかね、中には結構いらっしゃるんですけど、5時、6時に起きて、朝にこう、まあ、ご家族がいたりすると、特にね、朝やっちゃうとか、で夜はまあ、やっぱり睡眠しっかりとらないと。取って朝の方がむしろうまくいくから、ちゃんと睡眠を取るとかねいう感じの方は結構本当に多かったので、今回もだから実際は罰の方が多いのかなってちょっと思ったんですけども、はい、なのでまあ、もちろん人によるとよろしい、まあ、経験があるっていう意味ではね、皆さん大体経験あるんじゃないかなっていうのもあると思うので、まあ、それをどのくらいの頻度でやってるかってもちろん人によって違うと思いますけど、まあ、ここにいらっしゃる、読める方は、まあ、経験あるっていう意味では、3人が丸だったということで、まあ、このシーンはあるあるだという認定ということですかね。はい、
じゃあ次、ちょっとじゃあいきたいと思います。そうですね、翻訳作業をやりすぎて手を痛めたなんですけれども、ちょっとこの写真の右上が少し見づらいんですけど、手の甲から手首にかけてですね、あの湿布を貼ってるんですね。でそれをあのソンギョムが気づいて、ミジュにあの手を痛めたのかっていうふうに聞くんですけど、それに対してあの職業病なのっていうふうに返すシーンがあります。あのキーボードをずっと打ってたりとか、文字を書いたりだとか、座りっぱなしだったりとか、あの体に負荷がかかることもあるのかなと思うんですけど、翻訳をしすぎて体を痛めるっていうことはあるんでしょうか。はい、まあ確かに手はね、一番こう、まあ、単純にパソコンをね、使うから、キーボードを使うからってことで、痛めることもあるのかなっていうところですけども、じゃあ、まあ、一応ね、あの、このシーンとしては、まあ、手を痛めたということなので、それでちょっと聞いてみましょうかね。翻訳作業、まあ、仕事をね、しすぎて、手を痛めたことがあるっていう方は、丸でお願いします。どうぞ、お出しください。あ、半分ですね。あ、いやでもちょっと西岡さん首かしげながらでしたけども、まあ、半分の方が回るということで、森脇さんどういったご経験が。そうですね、箱切りをしていて指がいかれたり、あとなんかその時使っていた机がちょっとあんま良くなくて、うんうん、なんかこの手と肘の間ぐらいのところがすっごい痛くなって、その後しばらく肘というかそこのあたりがずっと痛くて、でなんかその痛みからゆえの肩こりもひどいしみたいな、もうなんかすごい体の痛みに悩まされた時期はありました。今それなんか改善したんですか。 そうですね、その後スタンディングディスクに変えて、はいはいはい、普段の作業をスタンディングでするようにして、で疲れたらそのスタンディングディスクを下げるようにして、うん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 、でそういうなんかこうメリハリをつけるようにしてからはちょっともう腰の痛みもなくなり、手の痛みもなくなり、なるほど、なるほど、はい、ということですね、はい、そう、あのでも本当にあの今おっしゃったようにスタンディングディスクも結構ね、あの使ってる方多いみたいですね。あの、これも聞いた話ですけど、まあ、本当に体、まあ、腰の負担とかもね、考えて、あの、やってるという方結構いらっしゃるので、まあ、あの、まさに、他にいらっしゃいますスタンディング使ってる方って。あ、よろしくお願い。なので、もし腰とかね、ちょっと体がっていうことだったら、それも検討いただけるといいかと思います。はい。さっき、あと、小畑さんは確か罰を出していらっしゃいましたけど、まあ、今見てもね、こうなんか、すごい座り心地のいい感じに座っていらっしゃるので、これはやっぱこだわりですか、なんか。そうなんですよ。私、手は痛めてないんですけど、腰は痛めたりしたことあったんで、うん、あの、腰を大事に、あの、婚約人生を、あの、生き延びたいと思って、長くね、長くね、はい。なので、そこでやっぱ投資をして、そこにいい椅子に投資をしてる。まあ、確かに椅子とかね、さっきね、森山さんも、あの、スタンディングデスクを買ったって言いましたし、そういうね、まあ、あの、やっぱ環境、こうなんていうかな、健康にね、気をつける環境をね、整えるっていうね、長くね、やっていく上では。重要なことですね。はい。なので、あの、他にもね、なんかね、これもちょっと耳寄り情報、JVT 耳寄り情報なんですけど、まあ、あの、腱鞘炎っていうのはね、結構、まあ、ちょこちょこ聞く話なんですけど、まあ、あとマウスをね、こう、ぐりぐりやると、それも結構ね、来るっていうのもありますけど、あと、あの、膀胱炎、ちょっとあれですけど、膀胱炎とか座骨神経痛になった方もいらっしゃるというか、まあ、座るからっていうね、まあ、座ってるから、あるいは長時間やるから、まあ、これは映像翻訳に限らないと思いますけど、そういう方もいらっしゃると。いうことですね。あとこれもあのこれスタッフ情報ですけど、ひどいあの、まあ、翻訳をねチェックする仕事の中でひどい風邪を吹いていたの でその時にこうボイスオーバーの、ね、あのチェックがあったと。なんか納期がもう迫ってるのですぐやんなきゃいけない、もう喉が痛いんだけどやんなきゃいけないってことで着合わせ、まあ、声に出してやるチェックするわけですね。実際にこう映像のこうタイミング と、音声のタイミングが、あの、原稿のタイミングが合ってるかっていうのを確認するために、声に出していったら、喉をやられて、最終的に血を出したという話を、流血したという話を聞いています。これ聞くとちょっと大丈夫、こんなこと言っていいのかな、大丈夫かな。でも、これはもうレアケースで、そんな、皆さん、お客さんみんな喉から流血したことあるって言ってるわけないんで、ないんですけど、まあそういうこと、人もいると。まあでもこれはね、あのまあ、どんな仕事の仕事あるかもしれませんっていう無理やりなまとめですけど、はい、あの全員が喉出すわけから血を出すわけじゃないんですけど、まあ、いろいろ苦労も、ねまあ、それぞれあります。ただね、まあ、その分、楽しい仕事をしている方もいらっしゃるんだろうなと思って一応、ね、無理やりフォローしますので、はい、じゃ次の、質問いきたいと思います。お願いします。次が夜型で家族や友人と生活がすれ違うなんですけれども、うん、あのひょんなことからミジュの家にソンギョムが数日住むことになったんですけれども、ソンギョムとしては
あの昼だったり夜だったり一緒にご飯を食べてっていうのを期待するんですけれども、ミジュがあの起きてくるのは夕食後の時間 で逆にソンギョムが寝ようとする真夜中からあの作業を本格的に始めるので、そのキーボードの音でうるさくて眠れないっていう、あのせっかく同居するんですけど、まあ、生活がすれ違ってしまうっていうようなシーンがあります。はい、ありがとうございます。まあ先ほどね、ちょっとね、朝方の人が実は多いかもしれないっていう話もちょっとしましたけど、この皆さんちょっとどうなのかっていうところで、夜型で家族や友人とのすれ違い、まあ、お友達もね、含めてなかなかこう、遊びに行こうよって言っても、ごめん、その時間は、みたいな感じで、なかなかこう、時間が合わないとか、そういうのも含めて、家族や友人とのすれ違いの生活がすれ違ってしまう、こういったシーンがありましたけど、これは本当なのかどうなのか、じゃあ、丸バツで判定をお願いします。あ、これも分かれましたね。小畑さんと西岡さんが×で、月山さん、小山さんは丸ということですけども、小畑さんは、まあ、先ほどね、ちょっとおっしゃっていたように、まあ、お子さんがいらっしゃるので、その辺はこう結構意識して合わせてる感じですか？そうですね。子供と一緒にもう夜10時には寝て。10時に寝てる。あ、なるほど。10時に寝てるんですよ。で、逆に朝早く、はいはい、6時台とかから活動してます。うんうん、その時は子供さんはまだ寝てらっしゃる、寝てる状態で、起きるなよ起きるなよと思いながらやってるって、ね、そうですね、こっそりこっそりやってるような、あ、なるほど。じゃあもうか、まあ、どちらかというと完全に朝方でやってるという感じですね。はい、築山さんはバッツ、あ、丸をね出してらっしゃいましたけど、築山さんどんな感じですか？私は多分基本ベースが夜型なので、夜に調子良くなることが多いんですよ、うんうん、なるべく朝8時9時ぐらいに起きるようにしてるんですけど、時々ずれるともう本当に夜から仕事をしだしたりする時期もあるので、ずれたことはあります。なるほど。そうするとこう、例えば、まあ、どっかお友達と何と食事に行こうよとかね、そういう話とかっていうのはなかなかちょっとずれちゃう、あるいはちょっと辛い時間になっちゃうとか、そういうこともあったりするんですか？そうですね。まあ、最近は遊びに行くこと自体がないんで苦労はしてないんですけど。コロナね。コロナね。はい。はいはい、でもそういうこともあったっていう感じですかね。そうですね。頑張って朝起きるように頑張ってるっていう感じですね。なので意識的にはそのなるべくちょっとこう是正しようという気持ちでやってらっしゃるということですかね。はい、はい、ありがとうございます。まあどうしてもね、まあ、さっきね、ちょっと西岡さんのお話にもありましたけど、まあ、納期が迫っていたりとか、ここにもうちょっとこだわりたいみたいな時になると、まあ、どうしても、ね、ずるずるとなっちゃうっていうところもあると思うんで、でもね、まあ、やっぱりリフレッシュしたり、家族を、お知り合いの方と出かけるみたいなこともまあ必要だとは思いますので、ぜひね、その辺はちょっと、まあ早寝早起きを心がけていただいて、ぜひね、はい、いただければと思います。なんかまあ、割とこう、私もそういう時ありましたけど、翻訳ね、フリーランスで翻訳してる時は、その、昼間は割と、まあ、翻訳はしてるとはいえ、まあ、外に例えば買い物行ったりとか、食事行ったりとか、まあ、できるじゃないですか、やろうと思えば。で、夜は割とこう、仕事してることも多いので、まあ、近所の人からこう、なんかどう思われてるのかな、みたいなね。なんかこう、無職と思われてるんじゃないかとかね、なんかいうような、ふうなことをね、思われることも結構、まあ、翻訳者の中ではいるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。じゃあ次の質問いきましょう。次はですね、野菜カットなど単純作業でリフレッシュ。気分転換の話ですね、うんうん、恋愛だったり仕事だったり頭の中でいろんなことが渦巻いているミジュはひたすら野菜を切り続けるというような描写があって、まあ、その他にも運動は苦手だけれどもジョギングっていうのを続けていたりして、うんうん、で、まあ、その理由としてはそういう単純作業をしている時っていうのは仕事のことを忘れられるからだっていうふうにまあ、ミジは自己分析をするんですけれども、まあ、翻訳者のイメージってなんか結構原文を解釈したりだとか訳文を考えたりって結構常に脳みそを使ってるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、こういうふうに意識的に単純作業をしたり頭を空っぽにしたりっていうのを皆さんやってらっしゃるものなのかなっていうのを聞きできればと思います。はい、ありがとうございます。まあ野菜カットに限らずでいいんですけど、野菜カットしてるっていう、するかどうかって言われるとちょっとなかなかいないと思うので、まあ単純作業ですね。何らかの単純作業的なもので、ちょっとね、リフレッシュするみたいなことをやってらっしゃるかと、やるかどうかっていうことですね。そういうシーンが本当かどうかということで、じゃあ皆さん丸バツでお答えください。お願いします。全員丸。これ初の全員丸ですね。
まあ、さっき西岡さんがこれですか、コーヒー、これもまあ一種のね、あのまあ単純作業っちゃ単純作業なので、まあ、リフレッシュということかと思いますけど、森脇さん、どんな。私はパズルゲームをひたすらやってる時とかあります。間に、まあ、翻訳作業の間に。あの、まあ、そうですね。なんかもう何にも考えたくない時とか、翻訳の役に詰まってもうダメだって時は、頭を一回ゼロにしようと思って、うんうん、なんかこう、スマホでアプリをこう出してきて、ひたすら続けられるパズルゲームをやり続けて、で気が済んだぐらいで、よしやろうって戻ります。ああ、なるほどね。そうするとまあ、頭が完全にこう、はい、リセットされてるような感じですかね。はい、小畑さんいかがですか、どういうリフレッシュ。私もなんか例えば子供の用品にいっぱい名前書く作業とかあるんですけど、鉛筆20本に小畑何々って書くやつとか考えなく済むようなね作業そうなんです、そういうのしてるとでもほっとします。ああ、なるほどね、まあ、家事も片付くしまあ、ね、ついでにねっていうことですね。なるほど、月山さんどんなリフレッシュ作業。私は掃除とか断捨離とかですかね、うん、あ断捨離いいですね。確かにそれいろんな意味で気持ちがすっきりするというかね。はい。もう着てないなとか思った服はもう一気に、ちょうど一昨日ぐらいもゴミ袋一袋分ぐらい。脳内もかあの家もすっきりしてっていう感じで。すっきりします。なるほど、なるほど。掃除もね、確かによく聞きますね。掃除をしますみたいなね。まあ、ちょっとね、まあ、気持ちもすっきりするしっていうことね。はい。ありがとうございます。まあ、結構皆さんやってらっしゃるから、やっぱりまあ、あの多かったですね。このシーンはまあ、リアルなシーンだということですね。はい。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。次が、翻訳作業をするときの服がダサすぎるという問題あのシーンとしてはあのニジが大好きな女優があの彼女の先輩が経営する配給会社ですねを訪れることになって、でそれを聞いて即座に家を出てあの会社に出向くんですね。でただ家で作業をしてたニジはあのスウェット姿であの髪の毛洗ってないボサボサっていうのでこの写真みたいにあのハットをかぶってであのすっぴんだからサングラスをかけてっていうこういう服装で行くと、まあ、あのこれを見た先輩が、まあ、あの怪しすぎるでしょうっていうふうにあの激ヤバでしょうって突っ込まれるシーンなんですけれども、あの自宅で作業するときは、うん、この服装自由っていうのはすごいメリットなのかなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、まあ、それにしても格好がひどすぎるとかそういうのはあるあるなんでしょうか、うん、はい、ちょっと聞いてみたいと思います。じゃあ、あの翻訳をね、しているときに、まあ、格好気にせずにね、まあ、あのちょっとそのままじゃとても人様には見せられないみたいな感じで、作業しているのかどうか、これちょっとなんか、大丈夫です、答えづらいなんかね、女性と答えづらいかもしれませんが、聞いてみましょうか。翻訳作業時の服がダサすぎる、私もそうですって方は、じゃあ、丸を、そうではない方は、罰をお願いします。これはもうあっさり揃いましたね。まあまあ、これはまあまあ、そうですよね。そんなにね、翻訳するときに、じゃあ、なんかおしゃれしますとか、キャップかぶりますとか、そんな人いないと思うので、まあそうでしょうなという。あるいはね、まあ最近もう、あの、コロナでね、あのコロナでリモートワーク増えてるんで、まあ他の翻訳に限らずね、あの、普通の会社員の方でももしかしたら、あんまりこう顔を映すようなね、あの、リモート、あの、ズームですとかなければ、まあ結構そうかなって気もしますけども、はい。なんか、どんな格好ですって聞くのもちょっとあれなんですけど、ちなみにもう、聞いちゃいますけど、起き抜けのままの格好で結構やってますって方いらっしゃいます？たまに結構いるんだ。起き抜けみたいな、あ、そうか、やっぱり、まあ、結構いらっしゃるんですね。まあ、本当にこう時間が、まあ、タイミングによっては忙しくてとかね、いうことでやってらっしゃる、結構今手が上がりましたんで、はい、あのそこがどんな感じかというのはご想像にもお任せしますけども、結構いらっしゃるということですね。はい、ありがとうございます。これはもうあのこの辺にしておきましょうかね。はい。じゃあ次の、質問に行きましょう。お願いします。パソコン周りの設備にこだわるなんですけれども、あのこのドラマの中で結構ミジュの自宅にある作業部屋が出てくるんですけれども、あるシーンでは、ソンギョムが遊びに来て、であの作業部屋をミジュが紹介するっていうのがあって、であの作業グッズですね、例えばあの PC だったりモニターが3台あって、あとはあの音がいいキーボードだったり、あの手首というか腕を乗せるアームレストクッションがあったり、そういうなんかこだわりのグッズっていうのがたくさんあって、であのこういう大事な商売道具になるかなって思うんですけれども、皆さんもそういうのこだわりを持って揃えてらっしゃるんでしょうか、うん、
はい、ありがとうございます。さっきもね、ちらっと話も出ましたけど、まあ、他の方も、ね、含めて、パソコン周り、まあ、パソコン、あるいはその、まあ、デスク周りというかの、設備、結構こだわってますよっていうね、シーンがかなりあった、あのそういうね、こだわりが出てくるシーンがあった。あの部屋というのかな、あの、ミズの部屋も、実際のね、映像翻訳者さん、その監修のね、方の部屋を、こう、詳しくね、あの、聞き取って、それを再現したみたいな感じなので、結構、まあ、リアルという話なんですけども、実際どうなのかということで、こういったね、ことがあるのかどうか、じゃあ皆さん、丸か×かでお答えください。お願いします。あ、これも丸ですね。まあ、あの、結構こだわってますよということで、まあ、さっきね、あの、まあ、椅子にこだわってますとかね、スタンディングディスク買いましたとかいう話もあったんですが、じゃあ、西岡さん、どんなこだわりありますか？そうですね、やっぱりディスプレイは2画面でやってて、うんうん、片方で調べ物ができたりっていう風には使ってますね。あとは、やっぱりこう、クリックするときとか、箱切りのとき、やっぱりさっきも森脇さんともおっしゃってたと思うんですけど、こう、手首のあたりが、こう、机に当たって痛いので、アームクッション、うん、あの、使ってますね、うんうんうん、ありがとうございます。そうですね、まあ、その辺はね、本当にまさしくさっきのシーンがリアルだというところですね。他になんかこういうこだわりありますって方いらっしゃいます？私ちょっとあのさっきの、ね、例に出てないようなものでもある方っていらっしゃいます？あ、小田さんお願いします。私はあの、キーボードを大きいやつ使ってて、うん、ノートパソコンのやつだと結構ちっちゃくて手がしんどくなるんで、なんかこういうちょっと大きいのを、あ、結構本当にデスクトップの結構しかも大きいな、ね、感じのね、はい、はいはい、を使ってます。あ、なるほど、それを外付けしてやってる、はい、あ、西川さん、はい、あ、皆さんそもそもデスクトップですか、あのノートですか、メインですか。デスクトップという方いらっしゃいますね、メインの。あ、月間さんデスクトップ、他のお三方はじゃあ基本的にメインはノートだけど、キーボードを外付けして、小田さんなんかはやってらっしゃるということですね。マルチモニターはどうですか？先ほどの、ね、西岡さんはマルチ、まあ、いわゆるディスプレイもう一個ね、サブディスクでみたいなのを使ってる。マルチモニターにしてる方っていらっしゃいます。あ、お二人。あ、月山さん、一つでやってらっしゃる。私、一つだけど、32型ぐらいの大きめな。かなり大きい。あ、32ってだいぶ大きいですね。大きいのやってらっしゃる。まあ、画面はね、結構やっぱり、まあ、あの、いわゆる、例えば字幕翻訳するときはあの字幕制作ソフトってもありますけど、他にね辞書を引いたり調べ物するのでブラウザ見たりとかってあるので、あとはなんかこう申し送りを変えたりとかあるので、ね、結構1画面だと、1画面とか狭い画面だとね、結構苦しいのでっていうところでね、いろいろあのそういうあのこだわりがあるということで、まあ、これは、まあ、かなりリアルな、シーンだったなということですね。はい、ありがとうございます。次行きましょう。あ、行きつけの作業場があるなんですけれども、ミジュはよくカフェであのパソコンとノートと資料と本とっていうのをいろいろ広げてコーヒーを飲みながら作業をしているんですけれども、あの皆さんも自宅以外の場所でなんかここっていうお気に入りのスポットで、あ、なんか作業場みたいなのは持ってらっしゃるものなんでしょうか？うん、はい、この写真がね、ちょうどそのミジュがカフェでね広げてやってるところですよ。まあすごい大胆だなと思ったんですけど、私は見た時ここまでするかなみたいな感じだったんですけど、まあでもいずれにしてもカフェに限らず自宅以外での、行きつけのこう、まあ、作業場所みたいなのがあるかどうかっていうね、まあ外でもねやってるかどうかっていうことですね。じゃあ丸か×かでお答えください。お願いします。あ、皆さん×が多いですけど、西岡さん丸ということで、西岡さんどんな場所で？そうですね、やっぱり家だとこう他の誘惑とかもあるので、やっぱりここはガッとやりたいって時は、うん、まあ、近くのカフェ、まあ、スターバックスとか行ったりとかもするし、うん、あと一つお気に入りのところは、うん、あの奈良に住んでるんですけど、はい、こう吉野の方にあのそういうフリーランスの方が集まれるようなスペース、コーワーキングスペースがあって、はい、でなんかワンコインとかで行けるんですよ。あ、そうなんですか。で本当になんかもう畳のところとかもあったりとか、普通のデスクもあったりっていう、すごいこう吉野の自然の中で仕事ができるみたいな場所があって、でそこはもう仕事しながら目の前 の窓から川が見えて、その川のせせらぎ聞きながら仕事ができるっていう。それいいですね。たまに行ってます。結構それは畳の上でやるんですか？じゃあっとね、その時の気分で、まあ、今日は選べるんだ、やってっていう時もあれば、はい、普通にあの椅子でやる時もありますし、あ、まあ、自由に選べるので。へえ、いいですね。それはね、それはなんかもういろんな意味でこうリフレッシュできて、はい、ですね、なるほどなるほど。他の3名の方、皆さん基本的には自宅でやってらっしゃる、まあ、基本的には、ね、自宅でやってるということですね。まあ、あの
まあ、環境さえあればね、そのネットとパソコンさえあれば、まあ、どこでもできるっていうところはあります。もちろんそれがね、まあ、自分にしっくりくるかどうかっていうところではありますけども、まあ、やろうと思えばね、別の箇所でもできる。まあ、音のね、こう聞き取りとかは多少必要なので、こう、しっかりイヤホンとかしなきゃいけないかもしれませんが、できる。まあ、あとは、当然ね、まあ、全然、位置付けとはまた違いますけど、海外で仕事している方、あるいは、まあ、遠方で仕事している方いらっしゃるので、まあ、本当に基本的にはね、基本的なやり方としては、ネットとパソコンさえあれば、まあ、大体できるかなって仕事だと思うんですけど、でもまあ、そういうね、まあ、基本的には、とはいえ、皆さん自宅でやっているということですね。はい、ありがとうございました。じゃ次の説明いきましょう。お酒が好き。これなんかまたすごい毛色の違う質問が出てきて、お酒が好き。急にちょっと、はい、なんですけれども、ドラマの中でソンギョムは割とお酒が苦手なんですけど、うん、ミジュはたびたびお酒を飲むシーンが出てきて、例えば先輩と一緒に飲みに行ったらビール10本は余裕だよねみたいな、そういう会話があったりするんですね。で、これが翻訳者だからなのかっていう。そうですね。そこが問題ですね、まずもってね。なんかそういうお酒好きが多いみたいな傾向があるのかどうか。うんうん、はい。これ翻訳者を描いたシーンとして正当かどうかとかっていう、また別の問題もすごい多分に進みますけど、まあ一応聞いておきましょうかね。お酒が好きかどうかっていうこと、好きっていうね、まあ、ミジュがすごい好きだっていうシーンがありましたけど、私もそうですという方は丸をお願いします。じゃあお答えお願いします。あ、はい、これただ酒好きかどうか聞いてるなんかごめんなさいね、小田さん。ただなんか不思議な質問になっちゃいましたけど、はい、小田さんお酒は結構飲まれる？そんな強くないんですけど、でもビール大好きで、はい、ビールですか。週末は飲みます。でもこれ別に翻訳始めてからとかそういうことでも関係ないんですよね。もともとそうですね。デビュー前から飲んでます。デビュー前から飲んでます。はい。ただお酒が好きですかって純粋な質問だって言ってますけども。はい。他の3名あんまり飲まない。お酒飲んでリフレッシュとか全然じゃああんまりされないんですかね。森脇さんどうですか、なんかお酒とか。私は昔は飲んでたんですけど、うんうん、もうお酒飲むと頭痛くなるのが嫌で、はい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 、なんかやっぱりこう特に翻訳業を始めてからはそんなに休みもゆっくり取れないので、はいはい、その飲む暇もないというか、うんうん、なんか頭痛くなりたくないから飲まないみたいな感じになっちゃって。なるほど、はい、なんかこれもねちょっと耳寄り情報なんですけど、結構逆になんかスポッティングみたいなねとかね、そういう作業、まあ割とシンプルな作業、うん、あるいはまあみたいな時はお酒をの飲む方がこうなんていうかな、ちょっと気が楽になってタン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 ってできるみたいな、ね、とこもあるので、そういうのあえて やることもあったとかね。あとは、まあ、リフレッシュの一つでやっぱお酒飲むことによって、まあ、好きな人からすると飲むことによってこう頭がリセットというかリフレッシュされて、割とこういいダイアンがなんかこうかんいつもの考えがこう束縛が放たれてというか、いい考えを浮かぶみたいなね、いうこともあったというような話もあります。まあ、逆にさっき、ね、今森脇さんがおっしゃったように、逆にこう注意力3番みたいな感じになっちゃうので、飲まないようにしてるって方もいらっしゃいますね。まあ、飲むとしたら脳記号だとかね、いう方もねいらっしゃいますけども、はい。まあ、これは小田さんがお酒が好きだという話に、まあ、つきましたけど、はい、ありがとうございます。じゃあいろいろ聞いてきましたけど、次が最後の、質問ということになりますかね。最後から2つ目、ね、ごめんなさい、まだ、はい、失礼しました。はい、最後は2つ目でした。じゃあ次の質問お願いします。ちょっとこれもまたパーソナルな質問かもしれないんですけれども、はい、私生活でも気分が上がるのはやっぱり映画関連ということで、シーンとしてはですね、ミジは映画の字幕翻訳者なので、まあ、仕事でもどっぷり映画漬けなんですけれども、うん、なんか好きな女優のサインを酒の肴にしたり、仕事終わりのご褒美としては映画の撮影地巡りをしたりっていう、そういうプライベートでもかなりの映画好きとして描かれていて、で皆さんも仕事で映画だったり動画コンテンツっていうのに日々触れてらっしゃると思うんですけれども、なんか実際仕事の外でもなんか映像だとかそういうのにワクワクしたりだとか、そういうコンテンツ愛が強いのかなっていうのをお聞きできればと。はい、ありがとうございます。生活でも、やっぱりこうね、映画関連の話だと、まあ、気分が上がったり、まあ、常にやっぱり映画を見ちゃったりとか、誰かと話すときも映画の話をよくするみたいなね、まあ、そういうところですね。
じゃあ、丸か×かでお答えください。お願いします。これはそうですよね。やっぱりね、映像翻訳を志す、あるいは映像翻訳をやってらっしゃる方は、やっぱり映像に対するね、映像作品に対する愛情というかね、がやっぱりないとっていうところもありますけれども、実際あれですか、じゃあ、映画とかも、映画とかも結構見てます。お仕事の忙しい合間とかも含めて、映画なんかも結構見てます。月山さんどうですか？私に、数が多いかって言われるとそうでもないんですけど、その仕事が終わった後とか、よし終わったってなったら別の映画を見たりとか、家族でお出かけするときもじゃあ映画見に行こうってなることは多いですね。やっぱりそうなんですね。なので、それはもう、もう一貫して、もちろんね、この仕事あるいは勉強を始める前から、映画好きでっていう感じですかね。で、今も変わらず、その辺は好きなんですね、はい。ありがとうございます。そうですよね。これは、ある意味では、リフレッシュになる部分もありますし、やっぱりそれがあるからこそモチベーションとして続けられるってところもあると思いますね。はい、ありがとうございます。ちなみに映画の撮影地巡りというかね、いうエピソードがさっきこの映画ドラマの中でありましたけど、そういうなんか自分で翻訳したものじゃなくてもそういうのってやったりすることあります？なんかこうロケ地に行ってみるとかね、そういう経験ってある方いらっしゃいます？それはない。映画はないですね。私は小説、アニメにもなってるもので、それの京都の有名なところを回ってみたことはあります。それ、訪ねて行ったってことですか？もともとは小説だったってことですね。そうですね。はい。私ね、私の話すみません、あるんですけど、ロサンゼルスってね、我々が JVT のロサンゼルス校っていうのがあって、そこに一回出張したことがあって、それでロサンゼルスの、連れてってもらったんですよ、スタッフに。そこが、ララランドって映画あるじゃないですか。あれで、こう、出てくる、桟橋、海辺の桟橋とか、あと、店、二人が、行く店がね、まさにそのものがあるんですよ。そこ行った時は上がりましたね。いや、なんか見て、おお、これだと思って、もう中で T シャツとか買っちゃって、なんかこう、普通バーなんですけど、中で、お土産に T シャツとか買っちゃって、ちょっと気分が上がっちゃって、みたいなことがありましたので、ちょっと思い出しました、それ。はい。そんなことはいいとして、はい。じゃあ次がいよいよ、本当に最後の質問ということになります。はい。映画館を出るのはいつも最後です。これは、ニジュとソンギョンが一緒に映画に行って、で、映画が終わると、次々と人が出ていくんですけれども、翻訳者名を見るために、エンドロールまで、最後までずっと座り続けるような描写があって、一般的には映画が終わって、エンドロール中に帰る人も多いのかなっていうふうに思うんですが、翻訳者だと、やっぱり自分が手がけた作品でもそうじゃなくても、最後まで残って翻訳者名を見たりだとかっていうのはあるんでしょうか。はい、こういったあるあるが実際リアル本当なのかどうかということですね。はい、じゃあ皆さん丸か×かでお答えください。全員丸ですね。やっぱり最後まで見る。すごい岩崎さんがそうなんだいや普通に素になってますよね結構あれですか、映画館で実際じゃあ最後本当ほぼ最後に出るじゃないですか、名前、翻訳者の名前まで残ってる感じですか、皆さん。素晴らしい。それはどう、なんか理由、なんか小畑さん、どういった理由というか、モチベーション、理由として何ですか？なんか、このすごい映画は一体誰が字幕をつけたんだろうっていうチェックのために、はい、あと自分もいつかこうやって乗りたいなって思いながら、モチベーションを高めるために見てます。なるほど。名前見ると、やっぱこの人だからうまいなとか、この人結構うまいんだなとか、そういう、業界研究じゃないですけど、そういった意味でも見てたりとかっていう感じですかね。はい、なるほど。配信の時とかどうですか？配信ものね、時とかも、出る場合、出ない場合あるんですけど、もうやっぱり最後の方、一応、なんか配信って結構、本編が終わるともう次のエピソードとか出てくるじゃないですか、ね、おすすめみたいなのが。でも、それを無視して、こうなんかクレジットまで見るとか、そういうのやったりしますか、皆さん。それ丸か×かで送ってください。配信でも最後まで頑張って、翻訳者名が出てくるところを見る。丸か×かでお答えください。それ大体の方はやられるっていう感じですね。西岡さんは×でしたけど、他の方はやられるっていうことですかね。やっぱりちょっと気になってみる。
でも結構ないですよね、あんまりね。なんか配信だと名前出ないことも多いんで、うん、どこにあるのかな、散々探した結果ないみたいなこともよくありますけど、でもやっぱりやられる方も多いかなということですね。はい、ありがとうございます。以上でね、この、ドラマの、それでも僕らは走り続けるの、検証を行いましたけど、全部で13シーンありまして、一応私の手元で集計というかしたんですけど、13シーン中皆さん丸が多かった、あのつまりこのシーンは本当ですよっていうのが多かったのが6シーン、うん、半分弱で、いやこれ違うでしょっていうのが多かったのが、4シーンですね。あとは半分半分って感じなので、まあ、全体的には比較的リアルな、シーン、あの翻訳者としての生活をリアルに描いていたシーンが多かったというような、検証結果になりました。はい、というわけで、あのぜひね、このドラマこれからご覧になる方も、あ、まあまあリアルなんだなと、まあ、他にもね、いろんな翻訳者、映像翻訳者エピソード出てきますので、あ、まあまあまあ韓日の違いはあれど、それでもやっぱりまあまあリアルなんだなというようなね、ドラマというふうに、まあ、お墨付きが、プロ翻訳者のお墨付きが出ると言っていいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひそういう意味でも楽しんでいただければと思います。はい、というわけで皆さん、13、結構ね長丁場になりましたけど、検証にご協力いただきましてありがとうございました。はい、私が一番印象に残ったのは小畑さんがお酒が好きということだったんですけど、まあそれはいいとして、はい、というわけで皆さん、いかがだったでしょうか。今日ね、ちょっと皆さん、初めてね、こう YouTube とか出られる方多いと、多かったと思うので緊張されていたかと思いますけど、皆さんすごく、まあ、作品、このドラマのね、検証っていうのもありますけど、映像翻訳者ってね、こういう、ライフスタイル、こういうことを考えながらとかね、こういう、まあ、裏で苦労もしながらとかっていうのをね、伝えていただくのにすごくね、役立つ、お話もたくさんいただきました。ありがとうございました。はい、またぜひ機会があれば、ゲストとしてご登場いただければと思います。はい、ゲストの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、今日の JVT プラスは以上になります。また、次回の配信をお楽しみ、それでは皆さん失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。